こんにちは、こんばんは。ラコードハッピーの恋愛婚活応援チャンネル、今日も始めます。今日は交際経験なしでも結婚できる理由というお話をします。結婚相談所を始めて2020年で12年目になりましたが、傾向として恋愛経験の少ないか全くないとおっしゃる方が結構たくさんいらっしゃるなと正直思っています。男性でも女性でも、いざ結婚となると自分の過去の恋愛経験がないか少ない方は結婚できないのではないかって不安な気持ちになっている方も少なくないようです。実際は男女を問わずに全くそんな心配は無用である理由を今日はお話ししますね。1、結婚できる理由、女性編です。例えば恋愛経験が少ないか全くゼロの女性だったとします。男性はどちらかといえば恋愛経験が豊富な女性よりも経験が少ない女性を求める傾向の方が高いです。加えて男性は本能的に最初の男を見なりたいと思っているものなので、女性の恋愛経験が少ないことは支障にならないことはご納得いただけるかと思います。一点だけ注意していただきたいことは、恋愛経験が少ないと男性から褒められたり優しくされたりすることに慣れていないために舞い上がってしまいがちです。そんな時に優しくしてくれた男性が本当に誠実な信頼できる男性であるかどうか、交際しながら落ち着いてきちんと見極めることはとても重要なので覚えていてくださいね。2、結婚できる理由、男性編です。男性が交際経験がないか少なく比較的若い場合は、女性も交際経験がないか少ない女性を選んだ方がうまくいく確率はまず高いと思います。なぜなら交際した時に女性は過去に付き合った男性で一番良かった人とその時に出会った彼を本能的に比較してしまう生き物だからです。そうなると交際経験が豊富な女性だったとしたら、恋愛初心者の彼は比較された時点で振り落とされてしまう確率の方が高いでしょうね。例外的ですが、恋愛経験のないか少ない男性にバツイチの恋愛経験豊富な女性という組み合わせも相性さえ合えば悪くないかもしれません。過去にうちの結婚相談所の男性で40歳で交際経験がゼロの男性でしたが、外見は悪くはなかったですが、一番最初のね、交際経験がありそうな女性とお付き合い、組合をした時は、やはりあえなく断られてしまって、そして2回目のお見合いのお相手は、たまたまですが私がお勧めした女性で、先方支部長に確認したところ、交際経験のない女性だったんですね。で、その彼は、この交際経験ゼロの女性とめでたくご結婚なさいました。さあ、適切な婚活方法。恋愛経験がないか少ない人の多くは、異性に対して免疫がなくて、交際慣れしていません。そのため、いきなり婚活パーティーに参加しても、異性との会話が弾まないということは十分考えられるために、婚活パーティーは若干ハードルが高いかもしれません。また、市町村の社協などで運営している結婚相談に登録するという方法もありますが、恋愛経験がないか少ない人の場合は、恋愛の運び方がわからないでしょうし、サポートが相談所などよりも少ないので、難しい側面もあるかもしれません。また、自分で相手を探すのは難しいと感じる場合は、結婚相談所などを利用して、私たちラコードに相談してみてください。あなたの相談をよく聞いた上で、話し合い、成功に向けて具体的なアドバイスと応援サポートをしていく。4、自分を磨く。恋愛経験なしや少ないからといって、結婚に不利なわけではないといっても、やっぱり、自分に自信が持てない。そんな人は少なくないでしょう。自分に自信がない人は、
どうせ自分なんて、などと自分を卑下したり、ネガティブ思考になりがちです。ですが、そんな心理状態では、異性に対して魅力があるはずがありません。そんな時こそ、人間力を高める努力をしましょう。とにかく笑顔で、明るく前向きに向上心を忘れずに、誠実に謙虚でいることを意識しましょう。男女を問わずに、笑顔で明るくポジティブ思考の一緒にいて楽しい人に魅力を感じるものですから。まとめ、AI 経験がないか少ない女性でも、そのこと自体が結婚に不利になることは全くありえませんし、どちらかといえば男性は AI 経験が少ない人を求める傾向の方が高いもので、また恋愛経験がないか少ない男性でも同じ系列の女性を選べば結婚できないことは全くありませんし、そのこと自体が結婚に不利になることはありません。ですが、自分を磨いて自分に合った婚活方法を選択してください。それでは今日はこんな感じで、ナコールハッピーの恋愛婚活応援チャンネル終わりにします。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントなどもいただけるととても励みになります。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。